どんな国の違いも、言葉の壁も、思想の違いも、文化の違いも、風習の違いも、そんなもの関係なく等しく人の心をつなげるもの。それは音楽。音楽がない世界なんて考えられないほど人々に浸透した大切なもの。そんなことをわからせてくれる今回紹介するキャラは、タクトオーパス、デスティニーに登場する、ゼニーとタイタンだぜ。今作は2022年リリース予定のタクトオーパス、運命は赤き戦慄の街を、の前日譚にあたる話で、地球に降り注いだ黒い隕石から生まれた音楽を忌み嫌う異形の怪物、D2 の脅威から、音楽の力を宿したムジカートと、それを導く、コンダクターの壮絶な戦いの奇跡だぜ。D2 に唯一対抗できるムジカートを有する防衛施設、シンフォニカ。ゼニーはニューヨークシンフォニカに所属するコンダクターで、見た目は筋骨悠々のごつい風貌だが、それとは裏腹に、女性的な口調で物腰も柔らかく、優しくて料理もうまい。女性の理想形なんだぜ。面倒見もよく、未熟なタクトたちを共に旅をする中で指導してくれるんだ。お姉の中のお姉でその砕けた性格で、いろんな人からも慕われているんだ。かつてはタクトの父親に支持していた演奏家で、ボストンの惨劇の生き残りでもあったんだ。何かの目的のために動いていたゼニーはある重要な陰謀を知ることになるんだぜ。タイタンはグスタフ・マーラーの交響曲第1番を宿したムジカートでレニーのパートナーだぜ。ふんわりとしていて、人懐っこい可愛らしい女の子で、人の名前の後にタンをつけて呼ぶ癖があるのぜ。ゼニーとの関係も良好で、二人のやりとりは切迫した状況でもどこかあったかみがあるんだ。コンダクターになったばかりのレニーは、ボストンの惨劇から笑顔を見せなくなっていたんだが、タイタンのどんな時でも笑うという姿勢に人間らしさを取り戻していく。どんなに悲しく、辛い時でも笑っているタイタンの行動の意味が分かったと、その笑顔は世界を救うと思って感動してしまったのぜ。二人の息の合ったコンビプレイは、タクトや運命に大きな影響を与えていく。この二人の戦い、ムジカートとは何なのか、最後まで目が離せないから、ぜひ見てほしいと思ったのぜ。だったら、タイタンがマエストロの分まで笑うよ。そしたら、マエストロも悲しい気持ちにならないでしょう。だから安心して、タイタンがいつだって笑顔でいるから、約束、ぜひ？二人の約束にめちゃくちゃ泣けるので、最後までご視聴ありがとうございました。